願いします。はい、よろしくお願いしますで、最初は車中のシーンを撮るか撮らないか迷いました。はい、なぜ迷ったかというと、すっごい無口そうだからね、人見知りなんで俺も人見知りの気が強いんで、だからこそこう喋り倒して、うん、なんだろう、静かな時間がないように俺はするタイプなのね、はい、だけどアスカちゃんはどうも本当に静かなまま止まってしまうタイプなので映しても何にも残らないとほら、うん、ね、意味なかったりするじゃないだから撮るか撮らないか迷ったんですけど、やっぱり今日はぜひ一緒にラブホに泊まってお酒でも飲んでもらって、はい、酔っ払った勢いで隠れた本音や隠れた姿を見せてほしいと思ってる企画だったので、はい、まあ一種のビフォーアフターとして飲んでいない、うん、彼女はこんなにも静かで喋らないぞとそういうのが残るといいかなと思って回すことにしました、はい、ちょっとだけじゃあ情報をいただきたいんですが、はい、アスカちゃんは年齢は何歳ですか？今27です。27歳。はい、デビューは何歳ぐらいですか？22ぐらい。ってことは 27-22 で5年ぐらいキャリアがあるっていうことですか？はい、間違いない。まあ、だいやってると思う。なんだその適当な感じはいや、なんか説明があるならしてください。別にないですなんかさっきでも1年ぐらい休んでたとかってチラッと聞いた気がするんだけど、そのお話はいいんですか？まあまあ、実家に帰ってただけなんでまあそうですか。はい、という感じの、うん、こんなにもおとなしくてごくごく普通の方で、でさっきちょっとしたことで文字を書いていただいたんですがめっちゃ達筆だったんでなんかすごいこう知的レベルが高そうな印象もあるんですが、いやそんなことないですよ学生時代、うん、得意科目は何ですか？得意科目、そこら辺。はい、理系な人ですか？多分。じゃあ趣味はちなみに当時から今ずっと続くような何かありますか？趣味、今はもうやってないけど、前まではまあピアノとかでしたね。ああ、ますますなんか知的な感じになってきたね変な質問ですけど、ね、意外とこうご両親とか、うん、こう豊かな感じでお嬢さんっぽい感じだったの？いや、そんなことないと思いますよ。普通のお家ですか？普通な。で、V って、うん、その、まあ、5年間、まあ、休んでた時期もあるけど、うん、全部で何本ぐらい出てるんですか？まあ、だいたい40ぐらいかな。40本ぐらい。はい、ってことはぶっちゃけその中で、うん、いろんなエロいことをあれやこれやしてきたわけでしょ？そうですね。うん、じゃあやっぱりエロい部分がないわけじゃないんだよねでもあんまりこうにじみ出てこないところが、うん、普段の姿のような気がするので、はい、今日はとにかく飲ませて酔っ払わせて、うん、本性が見たいと思ってるんですけど、うん、お酒は好きなんでしたっけ？お酒は好きですね。それは大好きと言ってもいいぐらい？まあほとんど毎日みたいな感じのそれ大好きじゃんじゃあ乾杯し、乾杯。はい、今日はぜひガンガン飲んで酔っ払ってからが多分本ちゃんなんで、
けどやっぱりまだまだ全然真面目だわ。後にしよう。背後に流れるエロビデオがだんだん盛り上がってきてますが、ちょっとたまに盗み見したりする？ちょっとだけ。ちょっとだけ？やっぱ若干だけ気になるみたいな。だよね。まだこれしか飲んでないから、やっぱりそれ2杯ぐらい終わんないと一杯は気にならない。いや、2杯じゃったかな、甘い。あ、甘い？わかった。それ全然撮り始めるまでの時間がありすぎて潰されるわ。でもなんか最初からもうワインいっちゃってるんで、うん、だからもう最初から強いお酒だと結構簡単なんですよ、うん、あ、そうなんだ。弱いお酒から入ると、うん、これはそこそこ強いの？ワインだとなんかやっぱ飲み慣れてないから、うん、あ、なるほどね、うん、だから結構酔いは早くなります。きっと皆さんも早く酔わないかなと思ってで、あの、変な場所にいるけど、うん、なんかその場所めっちゃ落ち着くんだって。落ち着くね。これがすごい自然なアスカちゃんの飲みポジションなんだ。ああ、だからバーとか飲み行っても、うん、なんか下に何か引いて、うん、そこに座ってますね。変な人だな。で、友達とかも一緒になってみんなで座って、うん、で、そうすると本当に宅飲み状態みたいな。それすごすぎ。ちょっと可愛いね。中学生とか高校生の子にご飯食べてる姿みたい。え、タバコ吸っても大丈夫？いいよ。本音満載でどうぞ。もうでもそろそろあのなんかいい顔になってきたから、徐々にいやらしいことも俺は考えてはいますけど、別にタバコ吸うなとは思ってないからいいよ。なるべくアスカちゃんが楽しくて普通な感じ、それがきっといいかな。なにタバコ吸うとどうなの？落ち着くの？落ち着く。落ち着くんだ。まあ、逆に言うとじゃあ、この環境の中に不安とかなんとかが今隠れてるってことかもしれない。いや、普段からもう吸っちゃってるから、もうそれがないとちょっとしんどい。ああ、そうなのか。なるほどね。そろそろちょっとぐらいは意地悪してもいいかな。今最大限にアスカちゃんの自主性と、ね、その成り行きを見てるものね。でもファンの方々そろそろなんかちょっとぐらいはなんかエッチなことがないかなってきっと思ってるもんね。きっとね。寄ってこられると怖いでしょ。